そういうわけで、水戸に来ているわけですけれども、ご紹介しますと、こちらから DJ ノブ AKA もこなし、DJ ザーティクル、そして DJ セルス、この3人が、今話題の、黒船という DJ チームですね。サウンドみたいなもん。いや、そうですね、サウンド、ヒップホップサウンドをやっていて、全国を今、全国に開国の嵐が巻き起こっているらしいということで、ツアー終盤戦ではあるんですけれども、水戸公園にお邪魔しで、密着してみたいと思います。黒船が今できてる気は、黒船が今できてる気は、カメリンサイドとりあえずファイトしろ黒船、3時間がっつり日本語ラップ、日本語 R&B、 日本語レゲエ、 We got this shit、 ドメスティックな日本語ヤマメシット、3時間準備はできてるか。黒船ですね。黒船ですね。はい。水戸へ向かっております。水戸ですね。はい。これは、まあ、6月某日なんですが、はい。まあ、黒船終盤戦って感じですよね、そうだね。もう本当はね、初め、何箇所だっけ、11? 初め11箇所だったんだけど、そこから、うん、何件か、その、なんだっけ、うん、追加が入って。うん、まあ、反響があり、うん。そう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 。はいはいはい、その一つって感じ。はい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 。うん、まあ、数回もあってのこう、まあ、感想とか、なんかこう、反響というか。そうね、はい、やっぱ基本的にはすごくやっぱ反響が大きなっていうものは感じるし、うん、なんだろうな、待ってましたみたいな感じっていうのも、うん、お客さんを通してすごく感じる部分もあるし、はい、やっぱいい現象だなと思っているんだけど、うん、まあ、あとはまあ土地、やっぱ土地柄によるかな、土地によってやっぱそのヘッズ度がちょっと薄い部分もあったりとか、うん、あ、むっちゃヘッズ多いっていうところもあったりとか、うん、やっぱヘッズのいる年とかによってもやっぱ盛り上がり方とは違うけど、うん、でもいい感じだと思うよ。なんかその、うん、日本語の新しいかけ方とかも提示できてると思うし、うん、スタイル的にも、うん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 、それやっぱり3人いるからっていうところもあって、そうだね、まあチブさんがやっぱいる MC をやってるっていうのが何よりも大きいとは思うけど、うん、黒い一発目は represent スペシャルでもおなじみブラックファイでも同じマメン DJ の AKA ボーンワン。これじゃあなんなんだけど、もう最近の傾向かもしれないけど、ツイッター人口が多いところの方が盛り上がりやすい。あ、やっぱそのなんか統計出ちゃいましたか。それ出ちゃってるね、もう確実に。あ、やっぱその曲がさ、最近のさ、はい、敵陣にしてもさ、ね、そういった要するにネットを起点に盛り上がるものが、ムーブメントなり曲なりが増えてるのは事実ですか。そうなんだよね、うん、うちらが普段さ、なんとか聞いた、なんとか聞いたってやってるわけじゃん。で、あ、やべえやべえ、あれ早く欲しいって言ってる本人に直接、ね、メンションして、うん、なんとかくんねえ、次送ってくんねえ、みたいなのバーってやってんの、やっぱり一般のユーザーの子たちが見てて、やっぱりその興味を持ち立てられて、うん、それでクラブに足を運ぶみたいな流れっていうのは結構最近できてるかなと思って、あ、いい感じのハイプアップになってますよね。そうだね、そこは効果的に伝わってるところがあります。最初にその黒船に誘われたのは当然ジブさんから誘われたってことですよね。そうだね、ナッツの時に、うん、どんな感じでどう思いました。いや、もう単純に嬉しかった、うん、まあ、ファンだしジブさん、うんうんうん、ちょうどやっぱ俺去年のその、ノブのパックス CD がさ、はいはい、やっぱ俺の中でも、あ、すげえこういうのちゃんと出せてメジャーからこういうことができるようになって、うん、すげえいいなと思って、うん、なんかやっとちゃんとしたその今の日本のシーンがレップできてる、うん、ミックス CD が
メジャーから落とされたなってのはすごい去年それを思って、まあでもセロリさんもミックス CD って意味ではね、ミックスレジェンド、そうむしろ、走りじゃないけど、そうなの、むしろね、キープしてやってた、ほら、多分あのセロリの場合はプロデューサーっていう立ち位置が結構やっぱり目立つから、ちょっと俺の中でもそのなんだろうな、そういう DJ だけでそういう感じっていう印象よりもそっちの方も強かったんだけど、でもやっぱよく考えてみると一番キープしてやってるのはこの人だなってその時も俺も思って、その例えばノブとかさ、今回だったらやっぱりそうやってこう DJ としてのスタンスからの延長で見守らなくてもラッパーとかでもプロップスもバッチリやってっていう、そういう DJ ってやっぱまだまだなかなか日本には少ないというかなと思ってて、まあそういう DJ が増えてくれることで、あのより活性化にもつながると思うし、もちろん自分の作品もかけてもらえたり、あのお互い情報交換もしやすくなるし、やっぱまあこれからじゃないかな、まだまだ正直こう一過性のもので終わらせたくないから、あ、間違いないです、うん、そこはこう全体としてなんかこう、この曲、まあ新旧問わずですけど、はい、この曲受け良かったなとか、なんか反応良かったなとか、なんか手応えを感じた曲ってどういう曲なんですか？まあ、うん、まあ多分これみんな言ってるのかもしれないけど、はい、まあ出っ張だったり、敵陣だったり、はい、その辺はやっぱ、鉄板チューンだし、黒船のあり方として、やっぱり、その、やっぱ3人でずっとブースにいるから、うん、でいるし俺ももう終始マイク握ってるから、うん、よもすればこうちょっとショーっぽくなっちゃうんだけど、はい、それをやっぱりパーティーだって形にするために、うん、どうしてもお酒が必要なんですよ、はい、そうなると、はい、テキーラジンオヘニーはもうマスト中のマストで、はい、まあ、なんなら焼酎ルビー酒、はい、その辺はもう超マストで、はい、3時間中1時間に1回はかかるってことになるんで、みんなも1回ずつかけるんで、あ、そうなんですか、そうで、かける前には次行くよとか、その次の日行くよっていうのをスタッフに言っといて、その間にもうテキーラとかあとお盆いっぱいのテキーラ用意しといて、かかった瞬間にそれを持って前行ったり、まあ俺らが持ってったり、あのダンサーの女の子たちが持ってってくれたりとかして、客にバーッと配って、はぁマジ危険な曲だなと思ったんですけど、キラーチューンだよ、文字通りの文字通り、あ、危ないですね、キラーチューンだよ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 、イエーイ、ショーメンマンスマニー、俺が MD ミークイース M フィンガーズライヘン、メンイエーイ、黒船ミト、開口イエーイ、アメブレイクしたぜ俺ら44、マイクフォンジャック、日本語ラップラバーね、ただじゃ済まないぜ、 We are 天野ジャック、 You know what I mean? M fingers in stores now、 アメブレイク、ビゴ、 We got アメブレイク、アメブロ .jp スラッシュマーズマニーブロード、チェックしろ、 M fingers up、 プチョマルバケ、 M fingers up、 アオYo、 レッドバングスペイストーン千葉松戸高校チーム44ブロックスからここ MIT 方に登場、 Yo、 黒船ミート場所、 Yo、 盛り上がってるぜ、ビクシャウジブラセロリ DJ ノフ AKA ボムブラッシュ、 Yo、 日本語ラップ改正開始、 JBMLOUD ラウド絶賛発売中だぜ、チェックしてくれ、 Yeah、 あっ